こんにちは、ドクターハマーです。前回、この優しい社会シリーズに関しまして、今後の方針といいましょうか、考え方というんですかね、私の、どうやっていきたいかなということを、振り返って話してみたんですけども、自他関係の大事さですね。で、そこに、個々でですね、それぞれに起こっているその時その時の気持ちって言いましょうか、私が呼んでいるその真実というものですね、そういうものの存在をですね、意識してもらえたらという話をしてるんですけども、同時に、これを聞いたからといって、何か具体的にアクションを起こすみたいなことは全然考えてないんですね。ですから、じゃあ何なのっていうことを考えたときに、今ですね、このこちらポルトガルでですね、オープンスペースというか、基本的にはその文化とか教育に関する、活動をするためのスペースですね。それを提供できるような仕事といったらあれですけど、それができないかということで、考えているところなんですけども、それと似たような感じですよね。それをウェブ上で、ですから、こういう優しい社会シリーズみたいなのがあったなっていう人が、時々ですね、訪れて、ちょっと耳を傾けていただくと。ですから、その話の内容としても、なんて言いましょうか、きちんとその体系立ててですね、1回から何回まで通しで聞かないと理解できないみたいなことはないですし、聞いていただけるとありがたいんですけども、だからといって何か体系的によそで使える知識を学べるとかですね、そういうことはないですね。ですからどちらかというと憩いの場といいましょうか、ちょっと気づいたときに立ち寄ってもらうみたいな、そういうスペースになればいいかなというようなことを考えてます。で、そこへ来ていただいて、何を発見するかっていうところなんですけども、何を期待して立ち寄ってもらえるかっていうのは、やっぱりあった方がいいかなっていうのは思うんですね。ですから、これまでのこの優しい社会シリーズの中で、私自身が使えるかなと、なんて言いましょうか、目玉、っていうんですかね、こういう話してたなっていうその注意を、立ち寄ってもらえる人にですね、注意を引くその話題としては、その嘘の話とかですね、あとは空間と時間と情報の話とかですね。で、この時間空間情報っていうのは、私自身がですね、すごく今まさにですね、面白いと思って、勉強している最中のことなんで、今のところまだすごく専門的な領域から出られていないとかですね、それをうまくトランスレートして日常生活にですね、これ面白いなっていうところまでですね、ご紹介できるような話にはまだなってないかもしれないんですけども、その取っかかりとしてはその情報っていうものが我々普段から使ってますけれども、それをもとにですね、いろんなディシジョンメイキングといいましょうか、行動を思案したり決定したりしてるはずなんですけども、そういう、あたかも私たちがそのいろんな判断をするときのですね、材料っていうことではなく、情報っていうものがあるおかげでいいこともあれば、私たちはこれから起こりそうなことっていうのと、実際に起こったことっていうのの区別がつきにくくなってしまうっていうところですね。そういう話はさせていただいたんですけども、これをもっとですね、分かりにくいっていうことで、いろいろ区別つけにくいということで、起こるその
まあ、問題というんでしょうかね、案外この避けられるような過ちっていうのですね、避けられてないとかですね、そういう話ができればいいのかなと。で、まあ、あとはその恥の話とかですね、まあ、その葛藤っていう話はずっと道徳と葛藤っていう話はさせていただいているんですけども、まあ、恥の話とかですね、あとは最近話したその似ている似ていないの話ですね、私たちのその物事を理解するっていうのですね、まあ、あたかもこう学校で学ぶようなその授業を聞いたり、誰かのレクチャー聞いたりして、あとまあ本読んだりして、いろんな知識をこうまあ溜め込むみたいな、ニュアンスが強いと思うんですけども、まあ、そういう話ではなく、その似ている似ていないっていうその簡単なこう判別方法でですね、こう日々のその折々に現れるその分かったみたいな感覚ですね。その中にはこう分けるっていうんですかね、グループ分けとかですね、あとはその、まあ、限られた量のものをどう分けるかとか、そういう話も絡んでくると思うんですけども、そういったその日々私たちが経験しているはずのその分かるっていう感覚ですね、それの元になってるんじゃないかなっていう話を、させていただいております。で、まあ、最初のですね、その嘘の話で、まあ、私自身が、まあ、自分で話していて、気に入っているというかですね、これは皆さんにも考えていただく価値があるんじゃないのかなと思っているのが、その嘘っていうものは何だっていう時にですね、こう真実の反対っていうんではなくて、私たちがもうこれ本当だってこう思いたい、実際もう信じてるって思っていても、まあ、実はその信じきれていないっていうもののですね、それが存在するっていうことの、まあ、漏れ出たものっていうんですかね、それ基本的にはその我々はもう100%確信持ってますってこう断言することはもちろんできるんですけども、まあその100%っていうのは実はなくて、ちょっとこう反対があったらどうしようみたいなこう不安みたいなものは必ずこう隠れていると。であるからこそ、その嘘っていうものがこの世の中にですね、そして存在するんじゃないのかなと。で、実際ですね、まあ、その嘘っていうのはですから、もう私たちのその関係性の中から、自分と他者っていうものがこう関わり合いながら生きるからこそ存在するものなんだということですよね。で、以前、その嘘の話でもさせていただいたその言葉っていうものは嘘をつきますよっていう話なんですけども、まあ、前回もちらっと話しましたけども、その言葉はそれ自体では真実は語らないんですよね。その真実っていうものは、まあ、各々の人がその抱えていて、まあ、言葉っていうものを媒介にすれば、まあ、それをこうやり取りすることによって、そのお互いですね、その自分自身のその真実を信じるのか信じないのかとかですね、そういうこう交渉が起こるわけなんですよね。ですから、じゃあその言葉は嘘をつきますよ、それ自体では真実を語りませんよっていう話をして、まあ、その話を聞いてですね、ああ、まあなんかこう、ポエティック、こう詩的な感じで、なかなかおしゃれだなぐらいのことは言えるかもしれないんですけども、やっぱりその、なんて言いましょうか、現実的な問題、日々の生活とどう関係するのみたいなところまではなかなかいかないのかなと。で、まあ実際、これ、まあ内心の話はそれぞれですね、その一人一人、個人個人にしかわからないもんだっていうふうに、まあ、再三申し上げている通りですね。言葉っていうものが真実を語らないとして、じゃあどういうその、ね、その真実にアクセスするっていうのはですね、どうすればいいんだみたいな、まあ、その自分自身のものだって、
そんなにこう確信持ってこれだっていうのは言えないはずなんですよね。それましてやその他人のものなんていうのはもうほぼアクセス不能と考えていいと思うんですよね。で、その中でこう信頼関係はただ築いていかないとなかなか安心して普通に生きていくのも難しいわけですよね。まあ、とは言ってもそのいちいちですね、その言葉に出会うたびに、自分がその言葉を使うたびにですね、あら、これ嘘と思われるかな、いや、これは明らかに嘘だなみたいなことばっかりですね、考えて日々生活していくなんて言ったら、なんかノイローゼになってしまいますから、それはいくらその言葉は嘘をつきますっていうのを理解しましょうって言っても、それをこう直接ですね、その日常生活に生かすっていう時に、その自分が使う、もしくは出会う言葉の一つ一つですね、疑ってかかるっていうような、そういうことではないと思うんですよね。ですからまあ、なんていうんですかね、その言葉とのその接し方を、まあこれから時間かけてですね、まあもう十分成長されているっていう大人であってもですね、私はその言葉とのその付き合い方っていうのはまだまだですね、私たちそれほどその習熟してないんじゃないのかなっていう理解なんですね。ですから、まあ、例えばその本を読むっていうことをとってもですね、まあ、基本的にその本を読むときっていうのは、こう、作家さんっていうかね、その著者の考えとかをこう理解しようという形でイメージされると思うんですけれども、まあ、確かにそれは特にその、ノンフィクションとかですね、レポートとかいうものに関しては、書いた人のその考えっていうものをこう読み取らないといけないとは思うんですけども、実際その何が読み取れるかっていうよりも、私が重視しているのは、こう読むときにですね、何が起こっているかっていうことなんですよ。で、当然ですね、その文字を見て、その文章を見て、頭の中でその読んでる人はいろんなことを考えるはずですよね。で、その考えるっていう時に、その作家、その著者のですね、方の考え方を読み取ろうって思っているんですけども、その時にこういろんなそのリソースをその読む人っていうのはこう引っ張ってきてると思うんですよ。まあ一番わかりやすく言えばメモリーとかですかね、経験とか、自分の中でずっとそのそこまで読んでいる時点までにこう蓄積されたこうステレオタイプとかですね、あとはその専門的なその知識とかいろいろありますよね。スポーツとか、芸術とかいろいろあると思うんですけども、その文章の文ジャンルによってですね。ですから、基本的には読むっていう時は、その読む人が自分のそのいろんなそのリソースを集めて、こうその文章、読んでいる文章とこう対面しているはずなんですよね。ですからその単純に文章をたくさん読むっていうだけで、なんていうんですかね、その単純に受け身でですね、何かこう、そこ文章がこうコンテインしている情報をこう抽出するっていうだけではなくて、そういうイメージではなくて、本当にその読む人がそれぞれこう理解するっていう感じなんですよね。ですから、本当はまあこうそうも言ってられないので、その学校の勉強とかであれば、こう決まった答えとかですね、その何が読み取れますかとかですね、いう時には、その決まった答えみたいなのがあることになっているんですけども、まあ、それはまあ一つのこう目安みたいなもんであって、実際、その本当に我々のこう日常っていうと言葉だらけじゃないですか。で、その言葉っていうものを理解するっていう時には、まあ、必ずその理解する側でですね、その目の前にこう対峙している文字とか言葉だけではなくて、本当にいろんなその経験とかですね、その癖とかですね、
そういったものを全部こう動員してその理解しようとしているはずなんですよね。ですから、単純にその、文章を読むっていうだけでもですね、そういうその言葉、実際にはその文字だけではですね、真実っていうのは語らないんですけども、一体じゃあその何を伝えようとしているのかなっていうのをまあ理解しなければいけないとは思うんですけれども、まあそこはですね、基本的にはその単純にこう受け身でなんか決まったですね、その真実みたいなものがあるんではなくて、どちらかというとそのもう読む人それぞれがですね、その自分たちの理解っていうものをこうクリエイトしている、想像しているっていうですね、そういうイメージですよね。ですから、まあ、そういう理解で言葉っていうものと接すればですね、まあ、おのずとその自分のその理解に対するこう責任感っていうんですかね、いやいやいや、もう単純にその僕は与えた情報をそのまま記憶しただけだよみたいですね、メモリーしただけだよみたいな、そういうちょっとこう無責任な感じですね。そういう態度っていうのが抑えられるんじゃないのかなと。ですからこれはその今のですね、科学全盛のこう時代にですね、私が懸念を抱いている、そのかえってですね、その一人一人、まあ、いろいろその透明性だだの、その客観的事実だの言う割には、逆にその道徳的なその意識っていうのはですね、こう薄れているような気がするんですよね。で、それの原因というのも、今お話ししたこう受け身っていうんですかね、その責任はもう全部その丸投げっていう感じですね。自分が理解しているにもかかわらず、そうじゃないよって、私にはそのただ私には何も責任なくて、その情報を発信する人の責任なんだよっていうですね、だってそれ事実なんでしょっていう、で、それがもし嘘なら、その発した人が悪いんでしょっていうですね、そういう一見ですね、そのまっとうな理屈のように見えて、実際、その記号とかですね、文字、言葉を使って何かを理解するっていう以上は、それはもう、いくらですね、そのいろんなその強制をされている、そのルール、その文法とかですね、それだけに限らず、いろいろその専門知識ではこういう知識が必要よみたいな、その体系みたいなものから来るその、規則みたいなものがあるんですけれども、ただそのやっぱり一人一人なんですね、その理解するっていうのは。ですから、こういうふうに理解したっていうのは、あくまでもその読む人のその受け手側の責任でもあるんですよね。ですから、それはまあどっちにその比重を置くべきかっていうのは本当にケースバイケースで、あとまあ現代であればその情報発信者の方がどちらかというとその力を持っているわけですから、まあ当然その発信する方により重い責任というのは置いてもいいとは思うんですけれども、やっぱりその、まあゼロ十じゃないわけですよね。やっぱり二八とか三七とかですね。そういう割合で、やはりその読む側にもですね、責任はあるんですよっていうことですね。ですからそういう認識でいることができれば、いざですね、その立場が変わった場合、まあ当然その、ちゃんとしたその作品なんてものを出さなくても、人は言葉を発するわけじゃないですか。で、その時に、ちょっとですね、その、責任感っていうものにですね、自分がその正しいことを言いさえすれば、あとはもう相手の責任だみたいなですね、そういうこうドライな、その割り切ったようなその考え方だけでですね、言葉を使うっていうですね、そういう態度っていうものが抑えられるんじゃないのかなっていうことを考えています。